2013年3月2日文化庁による若手アニメーターの育成プロジェクトとして4本の短編アニメーション作品が上映されました。多くのファンの注目を集めていたのが新スタジオトリガー制作リトルウィッチアカデミア。公開初日の舞台挨拶、大勢の観客が詰めかけました。続きまして、株式会社トリガーからリトルウィッチアカデミアを監督された吉成洋監督と悪役の安めぐみさんです。どうぞ。本作の監督吉成洋さん、世界中にファンを持つカリスマアニメーター、満を持しての監督デビューです。では続きまして、トリガーから作画の好きな方だった吉成洋さんというビッグネーム聞いたことある方も多いと思いますが、ちょっと驚きなのが、23分の、まあ、アニメーション、まあ、これちょっともう少し今回尺ありますけど、普通は、2000枚から3000枚で1話作るのが普通のところ、なんと1万7000枚作画されていると。貴重な税金を投入しての事務で無駄遣いするわけが、まあ、結果的に無駄遣いしてしまったんですけど、まあ、その無駄にしてはいけないなということで、まあ、みんなにもそれなりに頑張っていただきました。まあ素人とは言えないまでも、まあそうですね、まだ未熟な者たちなので、うん、まあ最初はもう全然使えないという状態で、まあいろいろ厳しく指導しました。あの吉成洋が新人を教育する、業界内では驚きの声が上がりました。参加する8人のアニメーターのうち5人が原画経験の浅い若手スタッフ。もちろん劇場アニメーションを手掛けるのは今回が初めて。そう、リトルウィッチアカデミアの舞台裏にはもう一つの学校があったのです。全然違いますよ、全然違います。すいませんでした、よかったです。本当ありがとうございます。これでいいかなって思ったら、やっぱりなんて数段上の修正が返ってくるんで、全然ダメだ僕って、はい、半年間の濃密な時を共に過ごした5人の若者たち。毎年いい格好見せようとはしゃぐバカがいるが、そんなやつは容赦なく減点だからな。久しぶりだからすごく楽しみ。彼らは天才吉成監督が打ち立てた高いハードルにどのように向き合ったのでしょうか。私日高のり子とともにその創作の日々を振り返ってみましょう。東京都荻窪アニメスタジオトリガーは2011年に設立されたばかりの新しい会社です。所属メンバーのほとんどがガイナックス出身、天元突破グレン・ラガンなどで知られる人気アニメーターたちが次のステップを目指して設立しました。密着撮影初日、吉成監督は絵コンテ作業の最終調整に入っていました。そんなことないでしょ。いや、ないですよ。今なんか思い出せないだけだな。コンテ用紙に直で書くの結構なんかやり直しが効かないっていうか、間にこうもうカット、もう一カット入れたりとか、このカット外したりとかいうときにちょっと面倒なことになるのもなんかちょっとストレスというか。逆に箱書きだとその書きたい絵しか浮かばなくて、そのカットつなぎをどうしようとかっていうのをなんか流れが分かんないですよね。コンテンツに書くと、はい、そのページの流れとかを考えながらやるから、あ、ここちょっと浮かずに書くとまずいとかって考えてから書こう。それなんか漫画の書き方なんじゃない？もう漫画の近いですね。普通になんか枠があると書きづらいんだよ。コンテの書き方は人それぞれ。吉成監督はまずイメージする画面をランダムに描き、それをパズルのように組み合わせるという手法。唯一の難点はついつい大盛りになってしまうということ。
実はこの時今石さんもキルラキルのコンテが難航中。今石さんも書かなきゃじゃないですか。え、僕も書かなきゃですよ。2週間で書けた話がないっていう。頑張ります。はい、お疲れ様です。この日の夜、これから作画に入るアニメーターたちが初めてトリガーを訪れました。5人の若手アニメーターたちは全員がガイナックス出身。え、こんないいんですか。こんなに引きてか男ばっかり。大量に連れたみたいな。今日はリトルウィッチチームの初顔合わせ。合計9人の作画チームで翌年3月の上映を目指します。じゃあ三島さん一言どうですか。そうですね、まあ、あくまで新人育成のための企画ですので、まあ、主役はそちらに当たっていますので、私はちょっとなんとか、まあ、足を引っ張らないといい感じの場を提供できればいいかな。そうですね、まだコンテも上がってないんですけど、それも今、まあ、これから出さなきゃいけないものがまだ、はい、今日アップではあるんで、はい、そんな感じではあるんですが、まあ、ぜひ頑張ってやれればと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の主役はこの5人。皆さんのプロフィールを見てみましょう。金子優斗さん26歳。担当パートは地下ダンジョンでのミノタウルスのシーン45カット。実は担当の割り振りは立候補制だったのですが、化け物と筋肉を描くのが得意という理由でこちらを選択。三宮翔太さん26歳。ダンジョンを降りたダイアナたちのやり取りからゴミ捨て場のシーンまで57カットを担当。演出のアイディアや小ネタを考えるのが楽しいという理由でアイテムや小道具の多いパートを選びました。はあ？坂本勝さん28歳。担当はタイトル前のオープニングすべて44カット。メダカボックスでは作画監督を務めた一番の先輩格。今回は得意の日常芝居ではなく華やかでファンタジックなアクションに挑戦。伝道久夫さん27歳。出ておいで。担当シーンは宝探し開始のシーンとドラゴンがダンジョンを飛び出してからのモブシーン、合計55カット。あえて他の人が選ばないであろう地味で手間暇のかかるシーンを選んだとのこと。半田修平さん28歳。担当シーンはアッコとドラゴンの戦闘シーン44カット。一番かっこいいところを選びましたというなんともシンプルな性格の持ち主。このメンバーを集めたのはプロデューサーの堤直子さん。天元突破グレンラガンでは制作進行を務め、5人が新人動画マンだった頃からの付き合いです。実は吉成監督の奥さん。吉成さんとのコミュニケーションにせよペースだのはもう把握してるから、あんまりそこの辺は苦労ないのかもしれないですね。いや、把握してるっていうか、なんかもうとにかく要求が高いは高いと思うので、うん、それをどうやってみんなが、ね、まあ、物量もかなりあるんで、それをどうするかな。もうみんなにかけるしかないというか、そんな感じですね。
私も楽しみにしています。いや本当お願いします、よろしく。3日後、8月6日、この日はアニメ未来プロジェクトの説明会。トリガー、マッドハウス、ゼクシズ、ゴンゾの4社から60名のアニメ関係者が集まりました。皆さんおはようございます。静かですね展示が。でも私はこの静かな控えめな声が好きアニメーターですから。プロジェクトマネージャーを務めるアニメーターの上村と申します。それではですね、アニメ未来の運営を取り仕切るのは文化庁からの受託を受けた業界団体、通称ジャニカ。コンペで選ばれた4社に対して国から提供される資金は一作品につき3800万円。効率優先になりがちな現場に対し育成に関わるコストを保証することが目的です。過去一の最低限クリアしていただきたいことというのはですね、いくつかございます。そういった違反の目につきますとですね、こちらとしても何らかの対応を取らざるを得ませんし、最終的には契約の解除という話にも発展していく話ですので、くれぐれもご注意ください。アニメ未来が設定するルールは非常に多岐にわたります。例えば作画スタッフ全員が同じ場所で作業を行い、一つの時間を共有すること、自宅での個人作業は原則禁止。作画の修正は指導者が全て直してしまうのではなく、できる限り口頭で説明して本人が仕上げること。育成対象となる若手アニメーターは事務局が主催する合宿や全体講座への参加が義務。横のつながりを深め技術や知識の向上を図ることなど、若い原画マンたちがしっかりと学び成長できる環境づくりが最優先とされているのです。説明を聞き終えた吉成監督は少々複雑な表情。そうですね国のお金で遊ぶってわけにいかないですからね理想のフィルムを作るっていうのとは違いますよね。なんかその作る工程が大事というか、あんまり 100% の力を出そうとするとかえってまずいことになる。ちょっと抑え気味にやらないといけないかなっていう。セーブしなくちゃいけないですけど、いやそんなのできない。言うだけですから。いつも口ばっかですよ。うちの人みんな最初同じこと言うんですか。え？うちのクリエイターさん全員同じこと言います。一番最初に。あ、そう。ファン育ってくれんだって。じゃあ前ひどい目にあったから今回はうまくやるよみたいなと言うんだけど、できた試しはない。やり始めたらみんなカカッとなって、ってやっちゃうんですよ。実際どうなったかはご存知の通り。8月30日、作画開始からおよそ2週間。トリガーの若手アニメーターたちは、レイアウトと呼ばれる作業に取り組んでいました。吉成監督の絵コンテや設定画を参考に、各カットの配置や動きを下書きしていく工程です。この時点での上がりカットはゼロ。吉成監督のチェックが厳しすぎるのかと思いきや、今日初めて見せます。貯めてる。いや時間かかっちゃって。時間かかっちゃってです。半田さん、その後もひたすら見ては直しの繰り返し。ようやく見せる覚悟ができたのはすっかり夜も更けた頃。最初からパースがつきすぎてるかなという。ちょっとモデルが小さいとしても、ちょっと。
がこう下がってるポーズなんだけど、なんかこう前にグッと乗り出す時もずっとこのポーズなんで、ちょっとこの辺流れをこうなったり、こう力が入るときはこっち側に反らせるとか、流れを作らないとちょっと力がグッと伝わった感じが出ないので、ちょっとポーズの変化にメリハリをつけるというか、よかった方がいいかなと。動くんじゃなくて、こう円を描くようにちょっと指動作を取って動かす方が、すごいだと思います。大幅な直しが入ったのは、体を起こす時の腰の動きでした。物語の後半、アッコが魔導石を奪ってスライディングするこちらの2カット。座った状態から立ち上がり、そのまま中腰で失踪。スライディングで魔導石を奪ってもう一度立ち上がります。この立ち上がる時の背中の形が今回の修正のポイントです。走っている間は腰が下がり、背中を反らせた状態。立ち上がる瞬間だけ背中が丸まり、流れるように元に戻ります。こうすることで、立ち上がりで溜めた力が逃げずに、背中を伝わって前進する勢いが生まれるのです。力が逃げちゃうとか、こんな考えたことなかったかもしれないです。全然違いますよ。全然違います。気持ちよさとか、と何ですか。違いますよ。絵が違いますよ。初めて実感する吉成作画との落差、悩みの日々の始まりです。作画開始からおよそ2ヶ月、本番用の背景美術が上がり始めました。リトルウィッチアカデミアの世界観を支える背景美術、その制作現場とは。これ今あんまり見ない光景ですね。あ、やっぱり珍しいのかなと。だいたい最近の美術はもう 80% ぐらいデジタルなんじゃないですかね。ボール絵の具ですもんね。そうですね、ポスターカラーっていう私たちも使ったことのあるものですね。画用紙とポスターカラーっていう、あの小学校と同じ画材で描くんですけど、からあんな魔法のような絵が出てくるんですね。いえいえ。こちらが実際に本編で使われた背景美術の実物です。繊細な筆跡はまるで絵画作品のよう。すでに貴重になりつつある手書きの技術を今のうちに記録に収めておきたい。金子さんの机に固定カメラを置かせてもらうことになりました。机だけ見ると鑑定してるか分からないですね。プロの机みたいですね。
いや、この机ですね。面白い。それでは一日の作業の様子を早送りで見ていただきましょう。まず下塗りで全体のトーンを決めてから、木々の陰影で奥行きを表現。塔全体に色をのせ、バランスが見えた時点で一旦休憩。後半は一気に細部を描き込んで密度を上げていき、最後は絵の具を乾かして終了です。すごい、近づいてみると本当にすごい。お疲れ様でした。合計結局9時間丸々といったところでしたね。すごい。何秒のカットでしたっけ。あ、これ結構長いんですね。 BG オンリーのパンダウンするので3、4秒か5秒か。長いんですかそれ。まあ、BG オンリーなのでそうですね。作画の人たちは1秒のカットに1週間とかで撮ったりもするでしょうし。いいえ、金子さん、この時期の作画チーム実はもっと非効率な状態だったんです。青い付箋がレイアウト、黄色い付箋が原画の上がり。予定では表の半分が黄色くなっているはずだったのに、若手一人につき1カットずつしか OK が出ていないという状況。5人中4人がレイアウトの段階で足踏みを続けていたのです。この日指導を受けていた伝道さんもその一人。ほとんど動きがない会話カットの修正、一体何が問題なのでしょうか。吉成監督が書いたこちらの図に秘密がありそうです。今どういうことを言われたの。立ち位置でそこから見えるパースがちょっと違ってるっていうのと、あとコンテで意図したアングルじゃなかったで忘れちゃいました。僕も若干上の方から撮ってて、実際はちょっと煽って下から見た方がいいよっていうところですね。あと立ち位置の関係上目線がこっちに行ってなきゃいけないというか、こっちの方に向かってるっていうので。あー、なるほど。そうですね、こっちは真ん中に目線が行ってるんですか。そうですね、こっちに目標があって立ち位置、うん、この位置関係上こっちに目標があるっていうのだったんですけど、うん、自分はこっちだった、うん、こっち向いちゃってるしカメラが上にいるっていう。暴れるドラゴンを見上げる先生、その奥に並ぶアッコたち。複数のキャラクターのやり取りをスムーズな流れで見せるためには、それぞれの位置関係をしっかりと理解しておく必要があります。はい、じゃあ頼んだわよ。先ほど吉成監督が描いていた図はそのためのもの。5人のキャラクターと4台のカメラの位置関係が描かれています。カット268はドラゴンと先生の間にカメラがあるので目線は右側が正解。263のカメラ位置は遠目の真横なのでほとんど角度がつきません。269はやや奥からのカメラ、先生の体は斜めになります。271だけは実は嘘をついています。わかりますか。こうした配置図を頭の中でイメージしながら描くこと、これもアニメーターに求められる基本スキルなのです。
それを言われたら、あ、その通りだって思うものなんですか。そうですね、言われるまで気づかないのが恐ろしいですね、うん、うまくなるとそれは分かるものなんですか。いや、分かるんじゃないですかね繋がってみないと自分には分からないですね、うん、あ、分かるといいですね分かっていきたいな。11月15日アニメ未来事務局主催の全体講座が開かれました。間に合わないよ。何してるんですか。仕事しないと間に合わない仕事しないと間に合わない。わざわざ小さくコピーしたレイアウト用紙を用意して、わずかな合間を狙っての作業。三宮さん、授業が始まったらしまわないとダメですよ。この日の講座はカメラ講義と撮影実習。論理的に正しい構図の撮り方を学ぶために、一眼レフカメラを使った本格的な撮影を経験します。で、繰り返しますけども、ピント、それから露出、構図、それから機材の使いこなし、中でもこのレンズの画角という部分ですね、作画の部分に非常に大きく影響してくる部分ですので、共通項目も多いんじゃないかなと思います、はい、ね。講義の後は撮影実習へ出発。一人一台カメラを下げて近所の神社で撮影会です。同じ風景を見ているようでも、切り取り方は人それぞれ。半田さん、それ何撮ってるんですか。あの、ぼっちょっす。ぼっちょ。あ、ぼっちょ。あ、ぼっちょって、ぼっちょって方言か。何すか、ぼっちょ。あの、突起物。突起物独自の視点をお持ちですねいや、そんなことないですよ。連日机にかじりつく日々の中、こうして太陽の下に出ることさえ久しぶり。束の間の開放感です。もらった。え、あ、すげえ、いいじゃん。え、もっとやろう。やりたいんだけど。もっとやろうぜ。ちょっとエフェクト練習するから。エフェクトの練習になるなと思って。何やるっつった。エフェクトの練習になる。エフェクトの練習になる。どういうこと。動画、どういうこと。何、動画で撮る。あ、いや、いい、そのばらけ具合とかさ、どっち向いちゃう。もういいよ。あー、ダメ、明かり。だって、エフェクトの練習ってこと。なんかさ、ほら、うまく均等にバラバラになってくれないじゃん、エフェクトをこう。あー、そう、バラけか。かっこいいバラけ具合になってほしいな。本当に参考になったのかしら。明日からはまたスタジオでの作業に戻ります。2013年1月8日お正月明け、トリガーは同じビルの別フロアに引っ越しました。まだまだ片付け真っ最中。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。引っ越ししたんですね。はい、無事に終わりました。まだなんか中途半端な感じですね、部屋の中は。社長自らちょっと今加湿器に水を足して進捗いかがですか。今原画が本来はもう終わってるはずなんですけど、若干残ってるようで少し遅れてますけど、でもまあ目処は立っているので、なんとか少し遅れるけど終わりそうって感じですね、うん、結構引っ越しでバタバタしちゃったとこもあるんですかね。それだけじゃないですけどね
ちょっとそれもあるかもしれませんけど。この時点の原画上がりおよそ3分の1、全400カットのうち作画が上がって色がついたものが100カット、それをまとめたテスト映像を見せてもらいました。若手の担当シーンを見てみると色がついているカットはごくわずか、ほとんどがレイアウトの線画を取り込んだだけの未完成な状態です。背景はすっかり完成しているのにキャラクターは真っ白というカットも目立ちます。唯一安心できる状態なのはミノタウルスのシーン一連、原画経験1年の金子さんが担当した部分です。リトルウィッチチームは午後2時出社がルール、ほとんど誰もいないスタジオに金子さんの姿がありました。早いですね。はい、あ、お久しぶりです。久しぶりです。早い、あ、出社がですか。はい、そうですね、昨日帰るのが早かったんで。え、何時ぐらいですか。2時ぐらいです。それ早いんですか。みんなもっと遅くまでやってたんで。あ、もう追い込みの時期だし、自分の分はあと少しですけど、また全体で見たらだいぶ残ってるんで。これからじゃあカットを引き受けたりすることになるんですか。多分そうだと思うんですけど、いけそうですかね。やります。当初から順調なペースで作業を進めてきた金子さん、担当分はわずか2カットを残すのみ。金子さんの作業ペースは後半に近づくほど速くなっていました。自分の分をできるだけ早く仕上げて、負担の大きいカットをたくさん抱えている仲間を楽にしてあげたい。特に気がかりだったのは隣の席の坂本さんのこと。どうですか。一段落したんですか。いや、まだしてません。どうしようかなと思って。ちょっとカットが帰ってきてたんで。いや、最初書いたやつはもうダメでしたね。最初書いたやつはダメだったんで。あ、そうなんですか。まあ、ラストまでは書いたんですけど。なんとか白いところが、あ、これレイアウトなんで、はい、動きの流れを書いて、ピンクのところが吉成さんで、白いところが僕を続き書いただけなんで、ね、何が違うんですか。あ、もう全然動きが違いますよ。演技というか、僕は割とコンテ風に書いてたんですけど、はい、動きに面白みがなかったというか、はい、アドリブがもうよくわからなくて頭の中で想像できなくて、とりあえずコンテっぽいものを描いたら、うん、吉成さんが一からこう描き始めて、そしたらちょっと動きがやっぱり変わってきて、はい、ああ、なるほどって。一体何が違うのか見比べてみましょう。前半のピンクが吉成監督、後半が坂本さん。確かに前半の方が軽やかではありますが、坂本さんが描いた後半も十分魅力的な動きに見えます。
どうやらアニメーターの目には私たちにはわからない違いが見えているようです。そうですね、いや大丈夫かな、わかんないんですよ。なんかちょっとやってるうちに若干こうネガティブになってるのではないですか。いやもう僕元からネガティブなんであこれでいいかなって思ったらやっぱりなんていうの、数段上の修正が返ってくるんで、あ全然ダメだ僕ってなります。まあ、自信も元からあったかって言われたらそこまでないんですけど、それでもやっぱりこうなんだろう、あ天才ってこんな感じなんだって思いました。やっぱ間近で見て、やっぱ結構ずっと長く考えて書いたやつとかを、吉成さんが修正するときとかは1時間2時間とかでザーって書いちゃったりするんで、いや自分の引き出しの狭さにこう少なさに若手アニメーターたちが揃って口にする天才という言葉、その正体は一体何なのでしょうか。この日吉成監督はレイアウト修正の真っ最中、再び固定カメラを使って作業の様子を記録してみました。世界が認める吉成作画の極意とは果たして。吉成監督の作業を見守っていると、とにかく線に迷いがないことに驚きます。消しゴムの使用は最小限、こうして絵をパラパラめくる動作も若手に比べるとかなり回数が少ないようです。必要な絵は頭の中ではすでに出来上がっているとばかりに、みるみるうちに作業が進みます。何か見つけたみたい。アッコの走りの一枚、どうやら位置を修正するようです。タップ穴の部分を一度切り取って位置をずらして貼り直します。効率よく作業を進めるための昔からの技法です。カットを担当した三宮さんが2日間悩み抜いて描いた9秒のカット、ほぼ全部の絵に手を入れてかかった時間はたったの4時間。三宮さん担当分の作画修正はこれが最後。前後も合わせて合計3カットが手元に戻されました。すいませんとしか言いようがないです。本当にありがとうございます。多分他の人が修正とかしたら全く別物になって戻ってくるんでしょうけど、ある程度どころかほとんど拾ってくれてました。こんなことできるんだろうと、普通は無理だなと思いますけど、実はこのダイアナが壁を蹴る動作は絵コンテにはない三宮さん独自のアイディア。見比べてみると吉成監督は基本的なポーズはほとんど変えずに、しゃがんで伸び上がるこのメリハリ感だけを整えてくれているのがわかります。だから私が肩をつけなければ。ではごきげんよう。こういう風な画面でやりたい、いや下に最初に書いたやつを全く
別物にならないでそれを汲み取って書いていただいてて、汲み取って自分がこうしたいっていう気持ちを抑えてちょっと下手な僕らの動きに合わせてくれたってことなんで、ちょっとどこじゃないですけど、でもそういうことしていこうとしていただいたから何のためらいもなくちゃんと教えてもらったことを受け止められました。こここうだよって言われたら全く迷いもなくそれが 100% 正しいと思えたんで、弟子としては嬉しいもんです。弟子って言っていいですかね、申し訳ないですけど、いや最高だと思います。時間を割いて教えていただいたので、ありがとうございました。アニメーター同士だけで通じ合う絵を使った無言のコミュニケーション、締め切りまであと一月。1月10日この日は同検と呼ばれる作業に立ち会いました。同検とは動画検査の略称、文字通り上がってきた動画を1枚ずつ検査し、中割りのミスや書き漏らしがないかチェックする仕事です。動画枚数1万7000枚分の間違い探し、集中力と根気の必要な特殊技能です。私同検さんっていう、同検の仕事っていうのを目の前で見るの初めてです。はあ、つまんないと思います。いやいや、面白いです、面白いです。だってずっとこうやってるから何どこ見てんだか分かんないじゃないですか。どこ見てるか分からないですそうですよね、ただペラ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 。でも要はそのパラパラ漫画のようにこう今その爪の動きがちゃんと、そうですね、さあ、なんか何回もやるのは最初この辺見て、はい、それからこの辺見て、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 この辺見てとか、それで見ていくんで、こう全体を見てなくてこう部分的なところから見ていきたいとかで、それで大丈夫だったらこう全体見たりとかいろいろするんで何回も何回も。さっきの鉛筆で線入れてたのはどの部分ですか。鉛筆で線入れてたのはこの、え、この歯の、はい、歯の影がないのとあるのから、はい、中を割るときはちょっとずつこう出てくると、まあ、いきなり影が出現したように見えなくて、まあいいかなっていうところを、何もなかったのでちょっとピュッて出したぐらいの。物語の終盤、アッコが魔法の呪文を唱える前のこのカット、ドラゴンが首を振り上げたこの一瞬、口の中の影の有無、右側が小杉さんのチェック前の状態。この小さな違いに気づくのがプロの目なんですね。マクミル、ミクミル、ベクトルで。作画のスケジュールが遅れていても、いわゆるポストプロダクションの作業は最終納品の締め切りに合わせて進んでいきます。この日はカッティングの作業日。通常は監督だけが立ち会う作業ですが、今回は勉強のため若手全員で行くことになっていました。じゃあそろそろ編集行こうか。行けるなら見といた方がいい、うん、かな。どうする。あるんだっけ。2人ともなかなか立ち上がろうとしません。作画の作業に集中したいのです。行くんですか。
坂本さん行きますよね。仕事したい仕事したいって言うから終わらない。ただでさえ終わらない。気が緩むというか、うん、どの仕事だ。見に行くの気が緩いんだよ。そう気が緩むんだよ。作画以外の工程になるべく積極的に参加させること、これは若手育成にあたってトリガーが定めた目標の一つです。一般的なテレビシリーズの場合、原画を提出した後は放送されるまで二度と自分の絵を見られないというケースがほとんど。こうした場所に立ち会うのは5人とも初めての経験です。カッティングとは、決められた尺の長さに合わせて映像を省いたり削ったりする作業。まずは頭から再生し、全体の印象を見てみます。前編プレビュー完了。編集の坪根さんは微妙な表情。今24分30秒にはなってるわけど、これが限界ですよね。そうですね。もう一回やらせてくれる余地はある。やっとかないとこれ多分しんどい。ちょっと聞いてみます。アフレコじゃなくてダビングの方のちょっと、はい。ここから短くするっていう話なんですか。そうそうです。今25分が最大長く使える尺で、今24分半で本編は終わってるんですけど、そこからエンディングロール30秒で流さなきゃいけない。それか もっと24分に本編をして減らすって感じなんですけど、切れるところがなさそう。エンジンって間が変わっちゃったりとかもするので、絵を完成させないとちょっと編集の方もちゃんとできない、一番心配なこととか楽しみなこととかって何かありますか。心配ながらできるかどうかってことですそれが間に合うのかなっていうまずはとにかく絵を完成させること。1月13日結局未完成な映像のままアフレコ作業に突入。この日一日で全てのセリフを取り終えます。カッティング同様、作画作業を中断してのアフレコ見学、少しでも何かを得てくれたら嬉しいんですが。大丈夫です、お願いします、はいはい。まずはキャスト全員揃ってのテストから。にとって学校での初めての飛行だ。今日は慣らし運転だけだから調子に乗って飛ばすなよ。毎年いい格好見せようとはしゃぐバカがいるが、そんなやつは容赦なく減点だからな。久しぶりだからすごく楽しみ。そしてこの後は私、日高のり子の出番。今日は実践訓練を行います。この塔は古代の迷宮の上に建てられていますが、本日の課題はその迷宮により、そこに隠れた宝物を探し出し持ち帰ること。よりレアな宝物を入手したチームには高い得点が与えられます。制限時間は3時間。日頃学んだ魔法力を存分に生かして先生を驚かせてね。ではこのブロックは一旦ここで終了。
脚本を書いた大塚さんと吉成監督でキャラクターのイメージについて相談します。ちょっとやっちゃっていい？もうちょっとスチャラカ先生というかあんまり一生懸命やってない感じの若干おっとりした感じですか、ね、あんま厳しくない感じ、フォワンとしている、キャストへの指示は音響監督の渡辺さんから伝えられます。指示の内容から大きくイメージを膨らませ、いかにキャラクターらしい声を生み出すか。それがアニメーション声優の腕の見せどころです。じゃあ先生先行きます。はい、お願いします。お願いします。今日は実践訓練を行います。この塔は古代の迷宮の上に建てられていますが、本日の課題はその迷宮におり、そこに隠れた宝物を探し出し持ち帰ること。よりレアな宝物を入手したチームには高い得点が与えられます。制限時間は3時間。日頃学んだ魔法力を存分に生かして先生を驚かせてね。では、はい、やりました。いや、そのなんていうかな、ドキドキワクワクみたいなね、そういう気持ちを、今日の気持ちをね、そういう若いアニメーターの方たちにはこれから長く仕事を続けていく上でずっと今日のこの感動の瞬間をなんか覚えててもらいたいななんて思いますし、固定の概念にとらわれずになんか自分たちならではのものをね、どんどん見つけてチャレンジして、でもしかしたら怒られちゃったりする時とか、それが不採用になっちゃうこともあるかもしれませんけど、でもやっぱり小さくまとまらないでこう大きくボーンと育っていってもらいたいなっていうふうに思います。はい、1月14日、この日の東京は記録的な大雪。いつもはひょうひょうとしている半田さん、今日はいつになく真剣な面持ち。長い間取り組んでいた花火の原画が完成に近づいているようです。最近のアニメでは花火の表現は CG がほとんど。しかし半田さんは火の粉の一粒一粒まで全て手書きで作画して完成させました。物語のラストシーン、アッコの思いをキラキラと象徴する最後の見せ場です。描いた原画の枚数はエフェクト用の素材も含めて全部で38枚。手探りだったので、でも時間かかりましたよ。トータルで1週間とかかかってないな。何秒の完成でしたっけ？4秒12ですね。バーンってバーンってそう。報われてほしいですね。いや、でも最後ですもんね。最後ですもんね。そうですね。撮影の指示も結構盛り込んだんで。あは。多分時間かかると思いますよ。あ、それがそうなんですか？そうですね。ブック叩き。はい。あとは動画さんと仕上げさんと撮影さんにちょっとよろしくお願いしますという感じでございますでしょうか。出来上がった原画はこれから一気に完成映像へと向かいます。原画マンの仕事はここまで。半田さん、お疲れ様でした。
トリガーと同じビル内にある CG プロダクション三次元。リトルウィッチアカデミアの撮影処理は全てここで行われました。撮影監督は天元突破グレンラガンでもおなじみのベテラン山田豊典さん。撮影の作業はアニメーション制作の最終工程。アニメーターからの指示をもとにパソコン上で様々な特殊効果を加える作業です。ツールとしてはコンピューターを使っているものの、加工の発想自体は案外アナログ。例えばこの叩きと呼ばれる処理、セルアニメの時代から引き継がれた技法です。紙で作られた叩き素材をパソコンに取り込み、デジタルで扱いやすいようにアレンジしました。半田さんのレイアウトに合わせてまずは4枚並べてみます。ちょっと動いて見えるのが分かりますかね。はい水色のが叩きですか。ちっちゃい点みたいな。はい、ちょっとなんかこう派手になりますね、やっぱり。そうですね。これが要はこのオレンジ色の花火が消えてる間にずっとあこう送られてあると、まあ、それっぽく見えるかなと思うんですけど、でもね、これなんで毎回圧倒的に足りないってことが分かりました大花火の動画枚数は46枚。この滑らかな動きと合わせてみると、叩き4枚では到底足りません。まあ多分この火が動いてる間は全部必要かな。20枚弱ぐらいは必要ですね、半田さん。他の作品とかだとやっぱ時間がなくて、どうしてもラフっぽい感じになっちゃったりするんですけど、今着てるものは全て仕上げようとしてるものを感じるんで、やっぱそういうのはすごく嬉しいことでもありますし、僕らも頑張ろうっていう気にはなりますよね。なんかそういう作画的な リスクが高いこともあえて挑戦してやってるところは分かるので、それはちゃんと組んであげないといけないなとは思いますね。半田さんが思いを込めた手書きのテイストを殺さずに、いかに美しい画面に仕上げるか、山田さんの試行錯誤は続きました。すでに追い込みの時期、深夜を過ぎてからもまだまだ作業は続きます。キューバの仮眠スペースを用意したものの、ほとんど使う余裕もないようです。連日連夜の泊まり込み作業、自宅に戻るのはどうしてもシャワーを浴びたい時だけ。疲労はピークに達し、作業は思うように進みません。坂本さんの足元に置かれた大量の紙ゴミ。車両が生み出す光のイリュージョンがどうしてもうまくいかないようです。
見られたくないわけですよ、捨てるってことは。下書きとかですから。失礼しました。ひどいですよ。そしてすべての原画が完成。半年の制作の日々がもうすぐ終わりを迎えます。お疲れ様です。2月14日すごい荷物ですね。プロデューサー2人と吉成監督がフランスでの音作業を終えて帰国しました。今日が締め切りギリギリ、成田空港から編集スタジオに直行です。121だと思うんですけど、あと3カット来ます。この小さなハードディスクに収められた完成映像、そこにこれまでの全てが込められています。5人にとってはこれが最後の仕事です。ではこれからご主人に話していきます。最後の質問ですけど、若手の皆さんは可愛いですか？まあそうですね。もうちょっと付き合い長くならないとあれかな。そうですね。まあちょっとまだちょっと若干交流不足というか。絵でしかコミュニケーション取ってないので、うん、できるか続けてほしいなとは思ってますけど、この仕事割と才能あっても辞めてっちゃう人はたくさんいるので、一緒に物を作っていけるたらいいなと、それぐらいの気持ちはありますけどね、うん、ありがとうございました。
たな魔法